こんにちは、みよこです。はい、春ですね。だんだん暖かくなってくる時期です。春は暖かくなってくるけど、花粉症の人には大変な季節ですね。マスクしたり、お薬飲んだり、気をつけて過ごしてください。それでは、今月はこの辺でみよこでした。ありがとうございます。